菅野智之投手は9月、10月はいずれもリーグ単独トップとなる4勝を挙げ、防御率 1.10、 奪三振44をマーク、4勝のうち3勝を完封で飾りました。また10月14日ヤクルトとのマイナビクライマックスシリーズファーストステージ第2戦において、クライマックスシリーズ史上初のノーヒットノーランを達成し、ファイナルステージ進出を決めました。本日は菅野投手は欠席のため、ドリフト軍の授業委員長草間博人が代理で出演。